では岩手のスターティングメンバーです。予想フォーメーションは 3-4-2-1、 ゴールキーパーは野沢、最終ラインは右から深川、牟田、田平、中盤の底には石井と小松、そして右に宮市、左には鏡、ツーシャドウには奥山と27試合ぶりの出場チャン・ヒョンス、ワントップはモレラと、前節から代わって入っているのは4人です。続いて新潟のスターティングメンバー、予想フォーメーションは 4-2-3-1、 ゴールキーパーは小島、最終ライン右から藤原、トーマス・デン、田上、堀米、ダブルボランチに秋山と島田が入り、右に松田、左に伊藤、トップ下高木、ワントップは古巣対決となります谷口です。前節と5人入れ替えています。タンミニエ、藤原、チャンヒョンスかます、松田と大スイッチ、入れ替えていって押し込んでいきます。藤原です。藤原、前には牟田がいる。藤原のクロス、谷口の前を通過、しかしここで追いつきました。もう一度クロス折り返し、野沢パンチング、後ろから左のシュート、ブロック、強烈なシュート新潟が放ちましたが、ブロックでしのぎました。まあ、このクロスのこぼれだったんですけども、コンパクトにシュート打ったんですけどね、最後のカバーリング素晴らしかったですね。岩手は短いパスをつないでいきます。秋山からデン、ここで長い縦のパス、また牟田がヘディングで防いでいこうというところでしたが、ここは抜けていく高に、高にドリブル左へ、伊藤の左足、もう一度右で押し込んでいくがサイドネット、野沢がファインセーブ見せました。まあ、この高木選手のセカンドボール拾ってからのドリブルが早かったのと、まあ、シュートを打たせる優しいパスだったんですけどね、まあ、シュートは逆サイに狙いすまして打ったんですけども、ナイスセービングでしたね。キーパーがトーマス・エン、右から攻撃の糸口を探ります。さあ、松田、真ん中でボールを受けた伊藤、左足シュート、右のわずか右へ逸れていきました。最終ラインと中盤の間でいいとこでボールを受けたってのは良かったですよね。まあ、ここ少し外に外れてしまい、深川は鮮やかなカーブのシュートを持っています。共に動き出して深川のシュート、ポスト直撃、気持ち曲がりすぎましたかね。コース高さ完璧でしたけどね、ボール1個分ですね。先ほどまで強い雨が降っていたこの岩銀スタジアム、小松がキープ、前奥山を走らせます。奥山、前、奥山ドリブル、高見と競り合ってホイッスルが鳴りました。岩手の PK、 奥山果敢なアタック。このボール奪った後ですよね、奥山選手のフリーランニングを見逃さなかったですよね。その後の奥山選手のドリブルのコース取りですね、この人の前に入ったことで PK 取れましたよね。このコース取りが素晴らしかったですね。集中力を取り澄まします。キーパー小島、止めた、塚本キャッチ、神がかり的なセーブを見せました小島。さあ、今度は新潟の攻撃、谷口落とす、高に左へ、伊藤、伊藤の右足巻いてきた、先制点新潟、芸術的なゴールを決めました伊藤亮太郎、今シーズン7点目、5試合ぶりの得点です。まあ、ここ右からなんですけど、まあ、田口選手が起点になって左にパスが回ってくるんですけどね、ここ外使うふりして相手の寄せが甘くなったところを見逃さなかったですよね。まあ、ここのやっぱりフリーランニングが効きましたよね。相手を釣ってくれたので迷わず伊藤選手はシュートに切り替えましたよね。ここもコントロールショットですよね。しっかりイメージ通り蹴れたんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですね。中村敦孝、キッカー、真ん中中央へのボール弾んで鏡、グラウンドのパスを入れようとしましたが、ここは逆に奪った新潟です。ドリブル持ち上がる伊藤、伊藤追い越すのは松田ですが、右からシュート、2点目新潟、
な攻撃。伊藤選手は上がるタイミングを待ちながら、松田選手のフリーランニングも効きましたね。それに対して高木選手を選んだんですけども、高木選手も冷静でしたね。まあ、ここで松田選手のランニング効いてますね。まあ、これアウトサイド気味に蹴ってるんですけど、決して簡単ではないですからね。素晴らしいゴールですね。伊藤が狙った、バー直撃。もう少し落ちたらというシーンでしたね。クロスを入れていく、2人でフェーダー。さあ宮市、後ろから鏡のシュート、スーパーセーブ、またも小島。いや、強烈なシュートでした。シュートでしたね。まあ、ここの迷いなくコースを狙った素晴らしいシュートだったんですけどね。高いボールが上がった。ここで長い長いホイッスルが鳴り響きました。2対0、新潟の強さ際立ちました。 J1 自動昇格へ見事なラストスパート。岩手を下し今シーズン最多タイ3連勝を飾りました。